フルディナント・アルブレヒト一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン公。ボルフェンビュッテル公、アウグスト二世と、その三番目の妻エリーザベト・ゾフィー・フォン・メクレンブルクの息子、ルドルフ・アウグストとアントン・ウルリヒの弟、ブラウンシュバイク・ベーベルン家の子孫、アウグスト二世の三男として、ブラウンシュバイクに生まれた。1666年に、 父が死ぬと、ボルフェンビュッテル校下の三兄弟はその遺産を分割相続したが、末息子のフェルディナント・アルブレヒトは、ベーベルーンの宮殿といくつかの封建的な特権を分けられ、二人のイボアに、ルドルフ・アウグストとアントン・ウルリヒが共同で収める、ボルフェンビュッテル校領の支配権を有しない代わりに、一定の保証金を与えられることになった。しかし、 フェルディナント・アルブレヒト一世は年を取るにつれて卑怯な振る舞いが多くなり弟の乱行を見かねた兄たちがベーベルンの宮殿に軍隊を差し向けることもあったという1687年の死後同盟の息子フェルディナント・アルブレヒト二世がベーベルン公の座を続いたフェルディナント・アルブレヒト二世は1735年に 後取りのいなくなった本家のボルフェンビュッテル公領を相続したが同年に急死、もう一人の息子、エルンストフェルディナントが、ベーベルン公を、孫のカール一世が、ボルフェンビュッテル公領を相続した。1667年、ヘッセンイエシュベーゲ砲白、フリードリヒの娘クリスティーネと結婚し、9人の史上、儲けた。ありがとうございます。